財務省の決裁文書書き換え問題めぐり、国民の皆様の行政に対する信頼を揺るがす事態となっており、行政の長として責任を痛感しております。改めて国民の皆様にお詫びを申し上げたいと思います。しっかりと調査を徹底し、全容を明らかにし、膿を出し切り、そしてその上で二度とこうしたことが起こらないように組織を立て直していきたいと思っています。私は今までずっと来年度予算の早期成立こそが最大の景気対策だと、このように申し上げてまいりました。今年の春闘においてはですね、多くの企業でベースアップが行われ、そしてまたさらにその中で多くの企業が昨年を上回るペースで賃上げを行っています。速やかに予算を執行し、そして景気回復の暖かい風を小規模事業者、そして中小企業、地方にお届けをしていきたいと、このように思っております。またこの国会は働き方国会だと、このように申し上げてまいりました。いろんな事情を支える皆さんにとって働きやすい日本にしていきたいと、こう考えております。そしてまたこの予算につきましては、この予算の中には介護あるいは保育を充実していく予算も入っておりますし、また給付型の奨学金を拡大していく予算も入っておりますので、しっかりと充実拡大を行っていきたいと思っています。また来月には訪米し、日米首脳会談を行います。そして5月にはロシアを訪問し、プーチン大統領と、さらには6月には G7 主要国の首脳たちと会うことになります。地球儀を俯瞰した外交を展開する中において、日本にとって大きな問題である北朝鮮の核問題、ミサイル問題、そして何よりも拉致問題の解決に向けて全力を尽くしていきたいと思っています。